うんこ TV エビデー。どうも、バーチャルうんちゅーばーのうんこだろうです。今日はすごい大きなうんこです。よろしくお願いします。新入社員の皆さん、結構仕事辞めたがってるんじゃないですか。画面の前の皆さん、そんでね、まあ話題になってたのが募集要項とね全然違う、それがこの5月辞める新入社員の方々の、まあ、辞める理由らしいです。で、このうんこのね話もちょっとさせていただこうかなと思うんですが、このうんこがね今働いている職場、まあここもね募集要項と全然違ったんですよね。まあ自分まだ働いてはいるんですが、結構不満もタラタラで、入社初日にもうここは長くは働かないなと、まあそんな風に思ったんですが、まあ割とね長く働いてはいるんですけど、まあどういう条件が違ったのかというと、まあ詳しく言っちゃうと、もしかしたらこのうんこの中身がバレてしまう可能性もあるのでなかなか言えないんですが、まあ勤務時間ですね、そこが全然違ったりだとか、あとはまあ勤務の形態、そこが全然違ったりだとか、まあそんな感じでしたね。まあで、募集要項と全然違ってなぜ辞めないんだ、そんなようなね意見も皆さんお持ちだと思います。自分も働く前とかはそういうふうに思っていました。そんな職場すぐに辞めちゃえばいいじゃないかと。でもね、なんで辞めないのか、これはね辞められないんですよ。どういうことかというとですね、まあ自分も今の職場ちょっとどうなんだと思って、まあちょっと国のね労働監査局的なね、まあちょっと名前忘れたんですけど、そういうところにちょっと電話して、これどうなんですかみたいなのをね、まあ、結構聞いたりしたんですね。まあ意外と行動に移すタイプのうんこなので。なんですけどね、実際問題、募集要項と実際に働く条件っていうのは違っても、法律的には別にいいらしいんですね。本当に働くときに自分がサインをする、まあ、あの入社初日とかに書くやつですね、その書類については確実に合ってないと違法なんですけど、まあ、新卒の方とかがリクルートサイト、リクナビ、マイナビ、まあ、もしくは企業のホームページから直接応募すると思うんですが、そこの募集要項と実際に働くもの、それは違っても違法ではないんです。なので、自分の場合もそうだったんですが、その勤務体系が全然違うってことを知ったのは、4月の1日だったんですね。まあ、その状態で違ったって分かったところで、辞められるわけないじゃないですか。引っ越しとかでもお金もほとんど全然残ってない。しかもここで辞めたら次どうするのって話ですよね。次の年の人と一緒にまた就活するの？そしたら1年プー太郎ですからね。もしかしたら10月とかに入社できるかもしれないですけど、それまでお金どうするの？じゃあバイトでもする？それって難しいですよね。なのでこういうことにあった人って、まあ、5月にすっぱり辞めちゃう、まあ、そういう人もいると思うんですけど、実家暮らしとかじゃない限りは泣き寝入りするしかない、それが実際問題なんですね。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、こういうね泣き寝入りするしかなくなる状況、これで新卒カードを失うのってすごくムカつきませんか？僕はムカつきます。だからうんこになって今愚痴言ってるんです。ま、会社側に言いたいことはあるんですけど、
1日まあ普通に定時で上がるとして8時間労働で休憩1時間計9時間家からの往復でまあ2時間くらいかかるとしてまあ11時間下手したらまあ12時間くらいかな1日の2分の1ですよ。それを会社側に拘束されるだったらせめて働く条件くらいはしっかり提示しろとそう言いたいですね。別にお前らそんなお金くれるわけじゃないんだから。以上、また愚痴言います。うんこでした。うんちゅぶーうんちゅぶー、クソをつかめうんちゅぶー。チャンネル登録よろしくね。お金をお入れください。